はい、こんばんは、ヤムヨと申します。さあ、そこはね、フォーマッチ2023徹底調査シリーズ、今日からしばらくちょっとコンビニエンスストア編に入っていこうと思います。まあね、昔と違って今はね、コンビニもかなりフォーマッチに力を入れておりますよね。そんな中でね、まあなんでこんなタイミングでやるのかっていうと、まあ単純に大手4社さんの、チラシが出揃ったんで、それを見て、比較検証していこうということでございます。まあね、そんな正直大手4社さん、コンビニのところはね、そこまでクオリティとか変わらんやろと思ったんですけどね、これね、思わぬね、落とし穴というかね、見どころがあったんで、ね、ぜひね、このシリーズ4社ね、比較してね、見ていっていただきたいと思います。もうこれね、10番決まっとって、ファミリーマートさんが最初になります。ファミリーマートさん、セブンイレブンさん、ローソンさん、ミニストップさんの順でやるのはもう決めてますんで、その順番でね、ちょっとね、随時見ていたらね、面白い数字がね、いろいろ出てくるよということなんでね、そのあたりをね、じっくりと見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。おうって言いながらもね、この後4本取らないといけないんだ、1時間のうちに、つまり30分で終わらせるのすいませんからね、頑張りますよ。さあ、ということでね、次に行きますけど、ざっとね、もう、見ていきましょう。さあ、こだわりって、ほうまきってことですね。具材にこだわり、ほうまきってなってます。どんどん出てるのがね、コンビニさんはね、わかりやすいです。肉と魚です。あのね、クラシックな絵本機が、もうね、表に出てるところあったっけ？あったっけ？ないよな。あ、ミニストップさんと、あ、いや、ローソンは違うわ。あ、ごめん、これ、半分ちゃんとあったっていうかね、ローソンはなんなら、恵方巻きが一番でかく書いてあったわ。ほら、っていうのがあるんですけど、セブンイレブン、ファミリーマートさんは、まあ、後々に聞きますけどもね、がっつりところね、肉と魚をしていくっていう感じかね、わかりやすいっていう感じでございますね。2月3日、セットのこれが吹き溜まりというところで、1月27日の午前9時までということなんですね。まあ、26日のうちにやってた場合ですね。まあ、これ、という感じかなというところでございます。まあ、最近多分発注とかの兼ね合いがあるんでしょうね。あの、何せ、店舗数がえげつないんで、そこからね、バイヤーさん27日までの発注量とか見てっていうのと、基本的に多分、ファミリーマートさんとかコンビニエンスストアさん4社は、なんて言ったらいいの、予約メインでやるんだろうなっていうのはね、ちょっと随所で見てております。その辺りもね、広告、チラシをね、見ながらやっていきたいと思います。ということで、ドーンと出てくるのは、冷却海鮮フォーマットと肉山海鮮、肉肉フォーマットで、牛肉がっつり海鮮ぎっしり、この2つが売りたいのは分かりやすい。肉が魚かということでございます。ということでね、実際にね、ちょっとね、チラシの方もまず最初に見ていきましょう。ドーンとね、1回目に来るのは、まず肉、って感じです。まあ、こっちに肉、恵方巻きってのがあって、こっちに海鮮っていう感じで分かれてますね。動線的には肉の方の形に来てるんだな、という感じですね。で、行きますと、3種のジャンに焼肉のタレと絡めた、アンガス牛の炭火焼きに、ヤンニョンジャンのタレを混ぜ合わせたキムチと。ということで、肉の旨味、キムチの辛み、タレの深みを味わうということで、だいぶ、なんだろう、昔は、肉って変わりだねと思いますけど、このあたりの韓国風のやつだと、ありましたよね、韓国料理の巻き寿司ってあるじゃないですか。名前が出てこう。あんまりね、あれに行かないですよね。結局、サムギョプサルとか、あっちの方行っちゃうんだよね、韓国料理屋さんと。あんまりそう、確かに、結局、ご飯系は気に入っちゃうから、結局確かにこれまでから名前忘れたんですけど、ありますよね。多分皆さんの方が名前出てきてると思うんで、コメントで教えてください。あれね、絶対いい感じだと思います。今回に関してはね、もうね、エビデンスチェックとかね、それはそれまではすいません、ちょっとね、ちょっとね、多分しきれないと思いますんで、もしご指摘事項ありましたら、もう全然どんどんコメント欄にお願いしたいんですけど、今回の場合は、肉山さんというところが出してますよ。肉肉エホーマキっていうので、やってますってことです。肉山店どこなのかなと思ったら、吉祥寺らしいですね。あ、ここにじゃーっと書いてあるんで、アップすればいいですよね。はい。著名人や肉好きにファンタスらしいです。吉祥寺をはじめ全国各地に13店舗から参ってるらしいです。完全洋服店の肉料理専門店があって、そこのところと、結託を組んでやってますよということらしいです。肉山のやつですということですね。で、これが888円。そんなにでも高くない価格設定なんですよね。このあたりがね、ちょっと面白くて、コンビニエンスストアだから、ね、高くしてくるんかと思うと、そこまで高くないでしょ。フラグシップのところで1000円切ってくるんだって、これ意外でした。で、次が恵方巻きですね。で、恵方巻きは、ザ・シンプルですね。
卵焼き、しいたけにかんぴょう、ポニカでやりますけど、卵焼き、しいたけ、かんぴょう、穴子、高野豆腐、おぼろ、きゅうりっていうことで、まあ、じゃあ、おぼろが、まあ、あの、桜でもこいつですね。なんか、あれ、なんかな、でんぷっていう言葉ってもしかして方言？これ見てた時にふと思ったんですけど、全国チェーンのやつが、全部おぼろおぼろって書いてあるんですけど、おぼろって、最初何かわからなかったんですよ。おぼろって何って思って、おぼろ豆腐とかああいうので使うことがあるんで、でも、おぼろ豆腐もね、入れることないと思うんでね、なんなんやろうなと思ったんですけど、でんぷのことで、うちらは桜でんぷとかでんぷとかっていう言い方、するやつなんですけど、これのことをおぼろっていうらしいです。東京なのかな？こっちのこれ、でんぷしか聞かんねえけどなっていうふうに思いながら、見てました。そのあたりもまた、あれですけどね。っていうところとか。で、恵方巻き、シンプルな恵方巻きは480円。結構安いんですよね。で、なんなら、で、次が恵方巻きの2本セットがあって、これは、ミニ恵方巻きが、649円、700円ということですね。価格が税込みでも、税込みで、ちゃんと分かりやすい価格になってますね。パッパッパー、888とか、480円、700円、税込みで、ということなんで、かなり税込み価格で、こう、分かりやすいようなシステムしてますね、というところですね。ちなみにミニサイズは、完全に半分じゃなくて、こっちのフルサイズが13センチに対して、こっちが9センチってことなんで、13分の9ですね。計算任せた。だいたい12分の9で考えたとして、12分の9で考えたとして、4分の 3? うん。4分の3よりやや小さい。4分の 2.8 ぐらい。わかんねえ。っていう感じらしいです。という感じになってます。で、ちょっと、恵方巻きがないとまた取ります。で、あとは次は海鮮系ですね。ということで、ドーンと来てるのは贅沢海鮮恵方巻きということで。これが1186円、1208円ですね。ドーンと使ってあるのは結構ガッツリといろんな具材が入っておって、元丸さんの、ホタテ買いましたよね。そういえばホタテってあんまりなかったですね。今、見てる中でも。でですね。で、次はズワイガニのほぐし身。ズワイ使ってるんですね。この辺りかなりガンと使ってますね。贅沢ですね。ここがね、ちゃんとカニの身を使ってるというのはなかなかポイント高いところですね。で、次はマグロの叩き身ですね。うん、で、タスマニア産サーモン。サーモンドーンと入っておって、で、タスマニアって言うとビーフのイメージが強いけど、サーモンもあるんですね。タスマニアってどこでしたっけ？あれか、オーストラリアのあの南側にあるポンと出た島の方でしたっけ？確かそうですよ。島ですよね。で、サーモン。で、あと卵焼きがドーンとあって、キュウリっていう感じですね。っていう感じですね。で、いうところで。で、ただね、この辺りから、まあ、後でちょっとちゃんと見ようかな、1280円ということで、これが一番価格高くなってくるのかなっていうところになって、こんな感じがありますってことですね。で、ちょっと注目するときはね、この辺り、海鮮用包巻きとかがね、500円で設定してあるんですよね。これ結構安いですね。で、人気の海鮮機材がギュッとってことで、パッと見てみると、マグロ叩き身、マグロサーモン、銀鮭、スライス、サーモン叩き身ですね。これですね、多分、ここの部分ですね、いわゆるサーモントロとかに使われる、軍艦巻きとかに使えるやつですね。こっちの方は、まあ、マグロ叩き、まあ、ネギトラでよく使えてる、定番のやつですね。に、銀鮭のスライスを入れてある。まあ、多分これで原価調整してるんでしょうね。うん。サーモンね、叩き身のやつの方が原価は安いはずなんですよ。なんで、サーモン感とマグロ感とっていうので、で、他の細かい具材入れてないんで、これなら多分ね、シンプルにね、それぞれの味、やつが味わえるし、そんな複雑な味にならないんで、結構、優秀な商材なんじゃないかなと思います。マグロの叩き身ですもんね。あ、でもここに書いてあるんだよ。たつみおける、マグロに占める本マグロの使用割合は 5% ってなってますけど、本マグロも入ってるっていうたたきみらしいですね。残りの 95% はなんとね、キハダカバチでいってるのかなっていうところですけど、うん。っていう感じらしいですと。で、まあ正直 5% だったら入ってた入ってなくても、そう、まあ多分、単純に、そこまで、5% 入ってるわって感じることは正直、少ないんじゃないかなと思いますけど、うん。どうなんでしょうね、そのあたりも、というところで。で、銀鮭も入ってますよ、とかですね。っていうことなんで、まあまあ、このあたりもトラウトじゃなくて、そっちの方で行ってんだな、ってあたりも、なるほどな、っていう感じですね。これ、でも、何せ、これ500円なんでね、1本500円は相当安いですよね。これは結構いいなと思います。で、いう中で、ポンとあるのが、続いてあるのが、サラダ恵方巻きってことで、これが、
そうですね。恵方巻きよりも安く設定してあるんですよね。サラダ恵方巻き。今回ね、意外とこれ入れてあるのが最安値で、これを入れてあるところが多いですね。安いのがあっても、ですから、普通的には結構恵方巻きをね、最安値にしてあって、海鮮系をね、売りに出していく感じなのかなと思う。案外ね、ここに一番安いのを入れてあるんで、意外と結構バラエティどれでも行ってほしいなっていうのを見れるんですよね。フラグシップの2つを売りたいのは見えるんですけど、案外、そのあたりとかはちゃんと恵方巻き、なんて言うの、表面をドーンと出してありますけど、結構、ここの四角のね、3分の1使ってるんで、それ結構、ちゃんと恵方巻きを売る感じがあるなっていうのは感じますよね。で、サラダ恵方巻きの方は390円、まあ、卵焼きに、カニカマね、カリバコのカニカマと、生マヨローズは、カリバコの2本入り、このカリバコというのは今記憶がないですけど、2本入りで、キュウリとなっております。これね、変わりなことないんだよ。後々また出てくるんですよ。いろんなメーカーさんで、なんなんやろな。ちょっとね、今記憶わかってないんですけど、出てます。ということで、手巻きなんですね。この2つに関しては手巻きで行くんですね。なるほどね。ですので、普段スーパーで、あんまり、コンビニだとでもあるか、そういう惣菜も売ってるって言ってますよね。400、500円ぐらいで売ってる。だからまあ、そうか、それとも同じなのか。ということですね。そのやつを持ってきてるって感じですね。で、390円という感じですね。まあ、確かに、これだったら、ボンと見て、こっちの方の方がいいかな。まあ、どうせ、恵方巻きだったら、じゃあ、もうこっちのね、ちゃんとした恵方巻き、クラシックのやつでもいいかもな、っていう感じになってくるんで、まあ、こっちも穴子とかどんどん入ってるんでね、そこんな、損失とかも全然ないですからね。という感じの、ラインナップになってます。ということですね。で、ちょっとさ、あと、ちょっとフルーツは、軽くだけ触れておきます。こんな感じで、ついでにスイートもいかがですか？節分スイーツって名前で売るんですね。っていうのがありますよってことで。バナナクレープに、チョコバナナクレープに、まあ、生豆大福と。まあ、結構定番な感じで当たる感じなのかなって感じですけど。間違えた。はい。で、ね、下の方に見ると、ちょっとブランチのフルーツロールに、ロールケーキもありますよ、といった感じですね。この辺りも、ロールケーキがやたら多いですね。なんだろうね、やっぱ、恵方巻きの太巻きにかけてるのか、恵方ロールみたいな感じでやってるところもあったりするので、なるほどな、という感じで、まあ、どの業界も、乗っかりとか、乗っかりたいとか、あるでしょうからね。まあ、あとは、若い方だとね、やっぱ甘い方がいいよってね、スイーツの方がいいよっていう方もね、結構いらっしゃると思いますよ。まあ、奥様いるね、家族連れとかだと、そういう感じ、特にそういうのあるのかなという感じがします。特徴としては、日本セットの恵方巻きは、あまりセットではなくて、日本セットのこいつだけっていうところで、まあ、その辺はまた後々セットの多い、業者さんとかで行ったと思います。で、こんな感じで、そうだって、うどん、代わりに言うと、1月2日までにお願いしますよってこと、私には、1月間、セットができるんですので、結構ね、幅を持って取ってありますね、という感じですね。で、一応、こんな感じで食べるから、いろんな食べ物やってますってことで、結構予約でやりたいよっていうのはめちゃめちゃ見えますよね。で、こんな感じで、肉山から肉肉肉って方巻きとか、ダーッと書いてますね。もう、税込みダーンって書いてますね。こういうラインナップってことで、寿司の方はこれ、ラインナップ、続行ってことで、今回はこっちで、スイーツ系のやつはもうちょっとラインナップの計算が入れるようにしました。で、こんな感じちゃんと、予約の受け取り表があって、ここは店舗控えがある感じですね。これのあたりも、ちょっと作り方が会社によって違うんですね。多分店舗控えを取って、レシート取って、店舗のアピールをここで管理して、で、お客様には多分専用の、それと、なんか連番みたいな感じでレシートが出てきて、それを渡して引き返しにするっていうような形にしてるのかなという感じですね。まあ、比較的ね、そのあたりはね、意外とコンビニ業者で違ったんで、そのあたりもね、またちょっと見てきてたらなと思っております。っていう感じでございましたよ、ということでございまして。で、ファミリーマートさんね、リストで見てみたら、それまず、直近のね、やつでパッと見てみると、こんな感じなんですよ。で、ここでちょっとね、注目してほしいのが、サイズの K のところなんですね。ここのところがね、4.713 ってなっとって、普通、恵方巻きと肉山のやつは13になっとって、ミニの恵方巻きは9ね、地球で日本ね、なるほどねっていう感じなんですけど、ちょっとね、パッとね、注目したいのは、この海鮮恵方巻き系のやつは、全部9サイズっていうところなんですけど、9なんで、ここでさっき言っと、前の、
丸中さんのところとかで言ってると思いますけど、基本的に、ね、お寿司屋さんとかで売る太巻きって言って1本で売るやつってのが18センチなんですよ。なので、基本的にこの時点で、方巻きとかは、ちょっとちっちゃめです、コンビニさんのやつ。多分、海苔の、多分、サイズの問題でも13で、発注で、その型で多分、巻く機械が、もう多分機械巻きだと思うんで、この値は。うん。なんで、直径なんですよね。うん。まん丸なんですよ。まん丸ですね。多分、機械でキュッキュッて、巻ける機械が、細巻きとか巻く機械は、見たことあるんで、私も、細巻き巻く機械で見たことないですよ。多分、もう今なら、全然技術的には作れるはずない。それで多分作ってるんでしょうね。っていうか、型の、その、巻きって言って、その、機械じゃなくても、型でもパキンみたいなやつを思いますんで、そうすると、うん、多分、こういう風になってくるんじゃないかなと思って、お寿司屋さんだと、すまきでね、キュッてやるんで、海苔もね、昔ながらの、その、大きいサイズでやるとかります。多分、もうこの辺りになってきたら、規模的に特注サイズで作っていくと思いますんで、そういうような感じで、13センチっていうのが意外と、というのがコンビニ業界の、特徴でした。多分、18センチやと、下手すぎて一人で食うにはやっぱしんどいっていう人が多いよってことで、もう13センチの肉で、まあね、限界高騰とかもありますし、そのあたりで13センチ、これからね、で、多分店頭で並べるのも18だとね、まあまあ邪魔なんだと思います。店頭販売するのでもね。っていうところでもあって13センチの管理にしてるんだと思います。で、径は 4.7 センチ。これもミリ単位でも決まってるっていうのあたりもね、コンビニエンスストアで、らしいなっていうところですけどね。これは 4.7 センチっていう数字ね、よくよく覚えておいてください。後々見ていくと、なるほどな、なるほどなって分かってくる、ところですんでね。4.7 センチで13で、基本的には他のバラエティとか、実は9がメインになってるんだなっていうことなんで、僕は最初はミニサイズ用のやつで、ちょっと品目とか作ってラインナップで、ミニサイズだとこんなような価格帯があってみたいなことやろうと思ったんですけど、結構それが難しいんで、うん、ちょっとね、こんな感じ、意外と複雑で、ここのサイズとかも結構、会社さんによって結構細かく違うんで、正直一概には言えないという結論になりました。他の場合は13センチ、4.7センチの13センチで480円というのが、平方巻きのベーシックの値段だなというふうな感じで見ていったらいいかなと思います。で、品目数ってこんな感じ。まあ、こんなとは今見たところなんでそんなに見ませんね。こんな感じで結構、品目の出し方としては、まあ、もう説明したところがそこまで組み入れるところないのかなって感じですね。っていうところでございます。まあ、これが、第1回の、ラインナップで6個、1本セットっていう形になってますよ。なので、これを見てみると、パンって見てみると、かなり価格設定としては、こんなね、高くしてこない。で、最低価格安い。まあ、なんて、多分これは他の部署の兼ね合いもあると思います。多分、いわゆるハイエンド向けのようなチラシだと思いますんで、多分、もしかしたら1号館とかも、惣菜の方で作る400円、300円のやつはもう予約受け付けはしないという形にするのかもしれません。そういう値上げをするのかもしれませんので、このあたりちょっと情報が出てきたい。まあ、1号館なんかはね、すぐに情報入ってくると思いますので、そんなのをちょっとチェックしながらね、見ていきたいなと思ってますけど、ファミリーマートさんみたいになってきたらね、もう基本的にはセントラル作って、それをパッパッパってね、店舗でね、さすがにコンビニでね、一本一本手巻きで巻きますなんてやったらね、あちこち大変なことになりますんでね、多分、崩壊しますね。コンビニエンス業界崩壊しますね。そのレベルになっちゃうんで、それはさすがにしないと思います。というか、できないんで、ね。ですので、セントラルね、確保なのはまあ間違いないんで、セントラルでやってっていうところでやると、で、予約でもう、バッと抑えて、ついでにね、お酒とかをね、一緒にコンビニで買っててくれたらいいじゃんっていう感じの、設定なのかなっていうのがパッと見つかりますね。で、日本セットのみっていう感じでやってますってことで、アイテム数としても、日本セットもその、ホーマーケットだけですからね、っていうところがあります。で、最初、ハーフ風のところあれ言おうと思うんですけど、この辺がもう分からなくなってくるんで、多分、その390円のやつっていうのは、その長さで言うと多分、アマルチューは18のハーフで9センチって言ってると思うんで、こっちに入ってくると思うんですよ。多分、1号館も18センチ基本基準になってると思うんです。スーパーマーケットはやっぱり、全体的に見ても18センチ基準です。で、コンビニエンスストアはこの13センチ基準になってて、5センチの差があるっていうのは、ちょっと覚えておいた方がいいと思います。
そのあたりは今後価格を見るときに、同じホームページでもポッと見たときに、あ、そのあたりは頭に入っておると、あ、結構、あ、なるほどねというふうになってくると思いますので、見ていたらいいんじゃないかなと思いますということでございます。ホームページの発注ですね。うん、あ、でも、ま、この格好で言うのはやっぱすごいですね。というところですね。という、ま、スケベルと、ま、スケベルメリットもしっかりと使ってたっていうのが見て取れるっていうのが、マリーマルさんの、チラシです。ということでですね、まあ、この後はですね、また、もう一度、次は何セブンイレブン見ていこうと思いますね。また引き続き明日のね、動画もお楽しみにしていただければと思います。ということで、この動画以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あ、ほんとだ、ちょっと疲れた。